どうもこんにちは、クロネタです。スーパーマリオサンシャイン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回かなりシャインを集めまして、115枚と、全クリの120枚まで残り5枚です。もしかすると本当に今回が全クリへの挑戦最終回になるかもしれません。で、まあどこから攻略していこうか考えたんですが、まずあそこかな。行きたくねえね。行きたくねえな、あそこは。ただまあ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 、あそこの土管のコース以外にも金の鳥がいるんで、まあそれを水かけて社員にして早速1枚ゲットしようかなと思ってます。で、まあその後またここに戻ってきて、あ、飛んじゃったな。この土管のコースだな。どこ行った？いた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 。おいおい、逃げるな。よし、社員どこに行く？と、あ、マジか、そんな遠くか。まあ一旦戻るか。で、今あったあそこの土管の中だね。あそこがマリオサンシャイン史上最も難しいステージなんですよ。俺もトラウマの一つになっちゃいましたね。いや、マジでどれくらい時間がかかるかわかんないから、あそこをサクッと終わることができたら、まあそのまま他のチャイムも取りに行ってラスボス挑んで全クリ終了って感じになるかな。よいしょ、まずは116枚目ゲット。テレテッテテレテッテレテッテ、わっはー。さあ、ここで残り4枚。まあ時間はかかることはもう分かりきっていることなんで、最悪前にやったパチンコ台と同じようにダイジェストになる可能性もあるんだよな。で、あそこね、ヨッシーを連れてかなきゃいけないから、バナナこっちか。あ、たった。よし、あれ、バナナ、あ、だ、どっか行っちゃったな、もう。バナナ、これ取り行った方が早いか。早いな。いや、一発でいけるかな。よいしょ、よし、行くぞ。まあ、やろうと思ったらあそこの土管から大ジャンプしてショートカットはできるんだけど、結構難しいとかリスクがでかいんで、まあ普通に行こうか。よっ、まずここ行って土管に入り、で、結構前にやったけども、あのフルーツを入れて青コインをもらったとこだね。この小島まで行きます。よいしょー、よし、オッケー。で、こっからはあそこの船が来るのをひたすら待ちます。遠いな。来た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 、あとちょい、あとちょい、もうちょいこっち、もうちょいこっちまで来て。さて、よっ、くっ、よーし、オッケー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 。で、この船にヨッシーと乗った状態で、あそこの中間ポイントまで行きます。これも時間かかるんだよな。あそこだね、あの船じゃないや、海の真ん中に立ってるあの柱、あそこまでこの状態で行きます。いや、本当はあそこのステージもうちょっと早めに攻略しようかなって考えてはいたんだけど、本当にトラウマ中のトラウマなんで後回しにしちゃったんだよね。いや、クリアできるかな。まあ最悪もうチートに近い裏技があるから、それを使おうかなと思ってますが、ほっ、危ない。よし、 OKOKOK。 で、この船はここで戻ってしまうんで、こっからはフルーツを食べつつ、あの船だね、あの船がここに来たらまた飛び移ります。
いや、これミスったらまた一からなんだよな。いいよ、いいよ。そのまま来て、そのまま来て。そのまま来て。ふっ、よし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 。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。よし、いいよ。いいよ。これ、最悪、落としちゃってもいいよね。こっからかけれるかな。よし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 、オッケー。まあ、せっかくならね、ヨッシーと入りましょう。行くぞ。はい、やってきました。激ムズコースの急流下り。まあ、簡単説明すると、この葉っぱに乗って途中にある赤コインを取っていけばいいだけなんですけど、まあ、ドクラマークが書いてある通りなんだけど、この水汚染されてるんですよね。ちょっとでもマリオの体が触れると即死します。行くか。で、水をかけつつ、ちょっとずつ微調整しながら行かなきゃいけないと。あっ、あま、まあそうなるのよな、そうなるのよな。あ、よしよし。別にわざと落ちたわけではないんだけども、ああやって取り逃したら終わりなんだよね。いやーこれむずいんだよな。ほんと最悪、小ずるいテクニックと、この 3D コレクションで直されてなければなんだけど もうチートギリギリの裏技があるから、それを使ってもいいかななんて思ってはいるんだよね。本当は、はい、自力で取りたいんだけど。あ、やばい、あー、しまった。これまだいけるな。ちょっと裏技をいこうかなと。本来はこれ落ちてしまった終わりなんだけども、こういうとこ通れるんだよね。一応これでね、スタート地点まで戻れます。で、さらに戻るとさっき流れていった葉っぱは復活するんですよ。ちょっと結構いい感じに赤コイン取れたんで、小ずりことやってます。これなんか64シリーズみたいに、あの、しゃがんでよちよち歩きたい。で、まあすげえとこにあるわけよな。これ取れるかな。ここまで行ってミスる可能性普通にあるからな。あ、マジかって。マジか。取れないと思わなかったな。よし、ふっ、よし、おい、あ、危ない、あ、危ない、危ない、危ない。ちょっと見てる人ほんとごめんね。それはずるいんじゃないかなと思ってると思うんですが、あの、2回目なんだけど、こんなうまくいくことなんてないから、ほんと。ちょっと待ってね、あの、喋れない、喋る余裕がない。マリオ、お前を信じてる。頼む、子供の頃から俺のヒーローだったマリオ、そう、君だ、頑張ってくれ。永遠のヒーローなんだ君は。頼む。あれも取らなきゃいけないんだけど、どうしようかな。まず行っちゃおう、逃げて、よし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 。あーよかった、あー危ねえ、あーよかった、あーよかった、2回目で生きるとは。取っちゃいましょう。よいしょ、てれててれてて、やっひー、117枚、いやー、いけた。
もう、当時は、あれ、丸一日かけて、ようやく行ったぐらいなんだよね。いや、ほんとさっきのは運が良かった。ほんとに。で、まあ、クリアしたから説明しちゃうんですけど、一応、一番、ずるい、チート技があって、最後到着地点のところはずーっとその地上に向かってね、水が流れてたんだ、流れていたんだけど、あそこの方角からスライディングすると、なぜか水の中に入れるんですよね。で、本当だったら汚染されてる水だからそのままゲームオーバーになるんだけど、なぜかマリオ耐えちゃうんですよ。はい。なんでまあ水の中を普通にこうやって陸を歩くようにテクテクテク行きながら、確かね、水より上に出てまた入っちゃうとゲームオーバーになるから、ショージャンしてヒップドロップみたいなこれでギリギリマリオの頭を赤コインに当てるように集めて取っていくっていうね、チート技があります。今作でもできんのかな。まあ俺がやったのね、ずるい作戦の取れない人は試してみてください。では次の場所、ここだね。行くぞ。マリオを閉じ込めた警察署の中になぜかステージがあるんだよなあそこは本当に警察署なんだろうかで、ここはターボで、意外とここもな難しいんだよね。ほっおかしいな、おかしいな、ボタン押したのにな。まあ、ここもタイミングミスると即死です。今ボタン押したのに俺。ほっ、あれ？あれ？ここで苦戦する予定ではないんだが、予定というか苦戦するとは思ってなかったんだが、あれ？ジャンプまでちょっと時間があるよ。あ、だな。よいしょ。よし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 。いけ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 。ほっ。ほっ。ちょっと。あー、マジか。そう、ちょっと角度がミスったか。まあ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 。あそこの難関コースが早めに終わったからね、ちょっと時間ありますよ。心に余裕がある。大丈夫。俺ならできる。俺ならできますよ。で、一旦ここで止まるか。ね。角度決めて。行くぞ。ほっ。ほっ。行け。あぶね、ちょっと、ああなんで、なんで、そこで落ちるかね。マジか。やっちまったー。やっちまったー。一番やってはいけないことをやってしまった。ちょっと待ってくれ。あれ、ここがダイジェストになる可能性ある？ちょっと、やだな。一旦ここまで行って、落ち着いて、角度を定めて、行くぞ。ほっ。ほっ。だ、うわ、マジか。くかー、踏み込みが早かったか。やばいな。結構ミスってんな。よっ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 。そい。このまま行っちゃうかね。ノンストップだ。ほっ。ほっ。行け。あっ、ちょっと、よし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 。やっひー。はぁ、よかった。よかった、行けて。さあ、118枚。で、お次は、ロケットノズルに切り替えて、ちょっと遠いんだよね。向こうのピンナパークに向かう
のに必要な大砲の近く。よいしょ。で、この大砲をさらに越えてこっち側。普通に見えたっけかな。確かね、この辺に土管があるんだけど、ここかな？あ、もうちょっと向こうだ。ここだ、ここだ。ほっ、あ、違う。こう、ここだ。あー、これだよね。これはね、覚えてる。まあ、赤コイン集めなんですけど、確かね、水を結構節約しないといけないんだよね。待ってください。よし。で、話しかけて、見えねえな。札買ってありがとう。で、赤コイン出現と。で、あとは極力水を使いたくない。2枚目。こいつらも倒す必要があったっけかな？あ、痛い！あ、そうだわ。あれ、こいつは？私、幸せの赤いと、あー、そうだそうだそうだ。いたわ。かれこれ38年になるのですが、もう少しで手が届くような気がしてならないのであります。そう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 、まあ、鳥がいるんだよね。で、こいつ近づくと無敵になっちゃうから、どこの角度それ。よし、切れさせて倒すと。よし。あー、でこれは3本、あ、じゃない、こいつか。よいしょ。で、5枚でしょ。確かね、結構見づらいところにもあったんだよな。これって関係あったっけ。いや、関係、あ、あ、いや、関係あるな。あれ、消えない？関係なかったかな？まあ、いいや、他を探そう。あ、こいつだ。よし。よいしょ。OK、6枚。で、ここ違ったかな？ここだけ色違うんだよな。確かね、どっか下に入り込む。あー、これだ。これじゃない？そうそうそう。あ、違うか。どっかから入ったんだよな。これか？違う。あれ、やっぱさっきの火を消して中に入るが正解だっけ。いや、ここだ。これを壊して、そう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 、これこれこれ。7枚。よし。で、最後の1枚が上の方だ。あ、じゃあ、あの火関係ねえわ。ごめん、痛い痛い痛い。あの火関係ねえわ。よいしょ。そうそうそう、これ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 。こい。あー、遠いな。でも結構水は残ってるよ。余裕あるよ。こい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 。よし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 。オッケー、これで社員出現と。結構水余ったな。あれ、これかなりギリギリでクリアした思い出があるんだが、当時の俺が下手くそだったのかな。よいしょ。テレテテテレテテレテテダヒー。これで社員119枚。さあ、やってきました、ラスト1枚。まあ、もう一回なんちゃらマウンテンに向かいますか。あ、で、
前にあのマウンテンの中で青コイン集めてる時に、社員を全部集めてる状態でクリアすると、まあラスボスのねセリフがちょっと変わるって言ったんですけど、それをやってみには2回ラスボスを倒さなきゃいけないんですよね。まあぶっちゃけセリフが変わるだけだし、あんまりストーリー的には何も関係ないんで、まあラスボスは1回倒したらもうそれで終わりにしようと思います。まあラスボスがね、社員って120枚もあったのか知らなかったぞっていうセリフが聞けるだけなんですよ。そう、まあラスボス自身も社員の数を覚えてなかったと知らなかったという、まあちょっとした小ネタが知れるだけなんですよね。まあそれだけなんで普通に倒しに行きます。まあここまでいったらいいでしょう。よいしょ。でこっからがロケットノズルに切り替えて上に行きます。よいしょ、よしよしよし。まあ、あのワンナップはいいかね。あーマジか。あっとりあえず意外とこの空中で操作するのがね難しいんだよね。よし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 。で、この上だ。行くぞ。The water's great, hey, Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. I think not. Mario! You again? Don't you ever give up? Mario! How dare you disturb my family vacation? さあ来ました。まあマリオと言ったらもう当然ですよね、ラスボスクッパ戦です。でこれはかわしつつ、こっからスーパーヒップドロップ。これをやってまあ温泉を壊していけば簡単なんで、まあささっとやりましょうよ。やめなさい。タツー、あ、嘘、あっマジか、足滑らせた。まあ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 、まあ、一回ぐらいのミスね。これ当時もやったな。あ、よいしょよいしょ。意外とねこっから戻るのが難しいんだよね。よいしょ。おっと、行かせねえってか。まあいいさ、だったらこっちから壊してやろう。よいしょ、おい、よいしょ、 OK。 おっと抵抗するねー。確かキラーを倒すと水回復できるんだったかな。まだいけそうだけど。よいしょ、ういよし。あ、今いたな回復するやつ。危ない。ちょっとクッパジュニア出してほしいな。一旦水を回復したい。おっと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 、やめ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 、ちょ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 、暴れるな暴れるな。いった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 、お前じゃないこれじゃないこれじゃない、ジュニアわかるだろジュニア。いったいったいった、そうそう、これでさらにワンナップ。よいしょ、ういあぶね。オッケー。さあちょっとねポンプの様子がおかしくなってきてますが、
次のでラスト1個かな。決着つけよう。よいしょー、オッケJunior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever.Now, let's just rest a while. The vacation starts now.はい、というわけで、無事ラスボスクッパー、そしてクッパジュニアを倒して、シャイン120枚ゲット、全クリです。あー、よかったいやマジで今回は急流下り正直何時間かかるか分かんなかったから、結構あっさり終わってよかったです。いやーでも久々にやって面白かったなー、マリオサンシャイン。まあその分ね、鬼畜なステージがいっぱいだから、まあいっぱいというかもうほとんどが鬼畜なステージなんで、いやー苦戦ですね言えてない、苦戦しましたね。何度収録中に朝を迎えたことかそして緊張のあまり手合わせでコントローラーが何回びちゃびちゃになったか。本当南の国をバカンスするってことでね、本当絵面はさ明るいしなんか賑やかな感じなんだけども、やってることは本当クソ難しいっていうまあそのギャップもあってね、また世界観とかも好きで当時はすごいハマってた作品なんですよ。いやよく俺、まあ多分小学生1、2年ぐらいかなの時に攻略サイトとか見ずにようやったわさあでこれで終わってもいいんですけども、ちょっとねみんな見したいものがあるのでもうちょっと頑張ります。さあドルピックタウン戻ってきました。まあ、ちょっとね見せたいものがあるんですけど、結構明るくなったな最初はこの辺もね薄暗かったんだけどね。前にも会話しちゃったかな、この人ですね。
よ、あんたにはサングラスだけじゃ物足りないな。特典のアロハシャツも一緒に貸してあるよ、ほら。ヒュー、サングラスとアロハがこんな似合うやつも珍しいぜ。いらなくなったらまた俺に話しかけてくれよな。というわけで、はい。サンシャインの柄が描かれているアロハシャツと、まあ、ちょっと暗くなっちゃうんだけどね、眩しい人対策のサングラスです。まあ、これが全クリすると、まあ、装備させることができるんですよね。まあ、特にマリオの性能が何か変わるとかいうわけではないんですが、まあ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 、まあ、クリアおめでとうということでこういうことができるんですね。はい、というわけでもう結構長くなってしまったし、もう収録時間は合わせると何十時間何百時間いくか分かりませんが、無事、2度目の全クリ達成です。ほんとここまでね、動画を見て応援してくれた方、楽しんでくれた方、本当にありがとうございました。結構コメントもいただいて、そのコメントのおかげでね、なんとかここまでやってこれたんで本当にありがとうございます。まあ、また近いうちに、ね、他のゲームとか配信シリーズも新しくねやっていこうと思っておりますので、よかったらまた見に来てください。では今回でスーパーマリオサンシャイン2度目の全クリを目指す挑戦は終わりになります。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。